ハロー、ニンメンハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はゼノンザード第54回配信を撮っていきたいと思います。本日はランバーンさんの3章5話が解禁されましたので、こちらを読んでいきたいと思います。俺の勝ちだ。もうこのセットお前強くなったな。あいつならきっとそう言うよ。許さん。お前があの人のことを語るな。いやはや見事、さすがはコードマン同士のゼノンザードだ。余裕だなおっさん。おっと、俺を逃がすとこの部屋で見聞きしたことを触れ回るかもしれないぞ。何、お前のような盗賊風情の言うことなど誰一人信じはせんよ。それなら聞かせてもらおうか。人間と AI を掛け合わせると一体何が生まれるのか。おい、俺が勝ったら知っていることを教え合おうっていう約束だったよな。妙なことを言う。私は知らんぞそんなことは。なあおっさん、俺はあそこにいるポリコーと違ってあんまり気が長い方じゃねえんだ。次に適当なこと言いやがったらどうなるか分かってんだろうな。ぐっ、わかった。だがニヒト計画については本当に言えないんだ。代わりにここにいるスナム街の人間を解放してやろう。それでどうだ。ええ、よかった。またさらうやろ。今いる人が助かるかもしれんけど。放っておいても死んでいくような奴だと情報が等価値だとでも思ってんのか。ええ、何言ってるの。はは、どうやら私は君のことを見くびっていたようだ。この母ってちょっともうちょっと高めで言った方がいいかな。引っかかるかな。君の言う通り、下賤なゴミどもの命より情報の価値の方がはるかに高い。しかしこればかりは口外すれば私の命が危なくなる。何が望みだ。金か、権力か。お前の思う以上に揃えてやる。ランバーンさんね、さっきの本心じゃないだろうね。な、殴？バカな。人に危害を加えられないはずの AI がなぜ。前職の関係でね、俺は犯罪者の拘束のためなら人間に対しても発砲ぐらいならできる。そうか、お前元は警察にいた。情報吐く気がねえなら黙ってろ。くそったれ。お前らみたいなクズが一番無価値なんだよ。さてと、この薄気味悪い檻の制御装置はどこだ。ああ、これか。よし。そうか。制御装置をハッキングして電子錠を開けたのか。ええ、ランバーン手伝うよ。明るいな、コンコード明るいな。なんだ、能天気なやつだな。おっと、俺はお前にも平気でほら吹けるようなやつだぞ。 A、 ランバーンのこと信じてた。 B、 それがランバーンの流儀でしょ。 A、 やれやれ。そんなにホイホイ信用するもんじゃねえ。 A、 大丈夫、共犯者だから。お前共犯者。そうだったな。そいつらを逃がしても無駄だ。スラムの連中などすぐに始末してやるからな。そうだよな、ここであんたたちがやってたこと言いふらされたら困るもんな。警察に通報してやる。我が家に忍び込んで金品を奪った盗賊がここにいると。ダールトンさん、こう急に小物感出てきたな。
どうぞご自由に。盗まれたものちゃんと確認したか？もちろんだ。電子証券やから貴金属まで手当たり次第盗みやがって。おいおい、本当に全部確認できてるのかよ。は？ほらよ、こういうものも盗まれてるぜ。うん、なんだいきなりライトをつけると。いや違う、ライトではない。壁に画像データを投影してるんだ。何これは？ああ、ギー・ダールトンが口にするのも恥ずかしい趣味を楽しんでらっしゃる時の写真だな。な、どうせダールトン様のおっしゃる通り、盗賊風情の言うことなんて誰も信じないだろ。だから誰が見ても明らかなやり方を考えねえと。口にするのもね、恥ずかしいね。データはいいよな。コピーして盗み出せるし、ばらまいちまえば出どころも分かりにくい。なるほどな。いざって時の切り札に持ってこいだと思わねえか。え、ダールトンさんよ。どんな趣味だったんだろう。観念しろよ。スラムの奴らの誘拐についてはここに証拠も揃ってる。そうだよな、おまわりさん。さあ来い。ギーダルトン、スラムの住人の略取誘拐の件で同行願おうか。くっ、盗賊風情が覚えているよ。おい、怖えな。なあクロード、住居侵入に窃盗恐喝、堅物のお前には到底受け入れられねえと思うが。悪にしか裁けない悪がいる。そんなやり方でしか救えない命もあるんだ。行くぞ。おい待て、ランバン。それにしても驚いたわよね。まさかホテルエリュシオンにそんな隠し部屋があったなんて。そうだよな、ランバーンの記憶データを見るまで信じらんなかったぜ。誘拐されてた人たちはみんな病院に搬送されて一命を取り留めたみたい。よかったわ。シャンメイがダールトンの部屋を突き止めたおかげだな。と、なんだシャンメイ、その割には不満そうじゃないか。どうしたの？気になることがあるなら言っちゃいなさいよ。A、 最上階のザ・ゼノン。え、もしかしてホテルのオープニングイベントの？ A、 ランバーンと出たかった。なかなかこのコンコードはあれだね、神経太いね。おいおい、クロードとあれだけ熱いゼノンザードやっといてまだやるのかよ。もうほんとシャンメイったらゼノンザードには目がないんだから。やるじゃねえか。な、何？今度はランバーン？どうしちゃったのよ。やれやれ、シャンメイ、お前大物の器だな。悪いな。今夜のところは察しの勝負で我慢してくれよ。いやー、めっちゃほのぼのしてる。お、かっこいい、かっこいい。どうする？後悔すんなよ、俺強いからな。めっちゃかっこいい。なんかすごい向き合ってくれてる感じがいいねこれ。知ってる、共犯者だから。ウェイ、は、共犯者か。頼りにしてるぜ。共犯者、めっちゃほのぼのとした感じで終わってよかったね。これで 5.5 話でまた不穏な感じになったらちょっとびっくりしますな。じゃあ 5.5 話見ていきましょう。待って、お姉ちゃん。ああ、もう走らないの。退院したばかりなんだから。あなたが行方不明になってた間、どれだけ心配したか。でも私、行方不明になってた時のことあんまり覚えてないんだよね。きっと辛い記憶なのよ。忘れていなさい。うん、
それより今日のご飯なに？おお、いいねいいね。 A 元気になったんだね。 B 幸せそうだね。まあ B の方が選びたいけど、まあとりあえず後遺症もなさそうで何よりだ。病院への搬送と手当が少しでも遅れていたら危なかったやつもいたらしい。よくやった。あの子たちが笑っていられるのはあの時お前が協力してくれたからだ。 A 共犯者に協力するのは当然。お前そんなこと言うのはお前くらいだ。頼りにしてるぜ。今後ともよろしく頼むぜ共犯者さんよ。 A もちろん。さて、じゃあ俺はメディーナのところに情報を聞きに行く。あのギャンブル卿ゼノンザードで負けた時にかけた情報をまだよこしてねえからな。じゃあな。またな、シャンメイ。お待たせ。悪かったわね。お待たせしてしまったわ。ごめんなさい。乗客が話してくれなくて閉店が遅れてしまったの。乗客ね。誰と会ってたんだか。あら、そういうことを聞くのは野暮というものよ。ま、いいけどな。こちとら天下のディーラー AI を独り占めできるんだ。そういうところ嫌いじゃないわよ。もっと私を楽しませてほしいわ。どう、私と勝負してみない？いや、遠慮する。こう見えて確実なものにしか手を出せないビビりでね。こうして地道に情報を集めて。あら、ご謙遜。ところで、でもいいわ。あなたとのゼノンザードとってもゾクゾクしたもの。ゼートレートの件よね。そうね。私が知っているのはそれがビホルダーの内部でも情報にプロテクトをかけられるほどの最重要機密事項だってこと。おいおい、それじゃあ情報を提供したことにはならねえな。はぁ、知っていることは本当にそれだけか？ええ、それだけよ。裏の読めねえやつめ。やれやれ。ゼートレートについての情報がそれしかないなら誘拐事件の調査の方に協力しろ。あら、素敵。強引なところも悪くないわ。スリリングでドキドキしちゃう。言ってろよ。こっちはバトル会場で鉢合わせた時以上の情報を手に入れた。どうせお前だってもうたどり着いてるんだろ。おい、ビホルダーの連中が集めてるニヒト計画の情報に。俺は対局をひっくり返す大博打に出るかもしれねえ。ギャンブル狂いのお前なら多少は楽しめるんじゃないかと思うがな。やっぱり素敵よ、あなた。思い切りがいい。ギャンブラーは得るものも大きいの。ねえ、ディーラーとしてはそのギャンブル見届けないわけには。いえ、参加しないわけにはいかないわね。本当に理解できねえな、お前の考えてることは。まあいい、ギャンブルの基本はデータ収集だよな。さて、どうしたもんかね。改めて情報交換といこうじゃねえか。ポリゴンの崩壊がもうめっちゃ気になる。え、これで情報交換できたの？お前もだんだん悪党に近づいてる。わからん。さて、じゃあランバーンさんもなんだかゼートレートさんの謎にだいぶ迫ってきているようですね。で、ちょっとこれだけだとあれなので、ちょっと今回はガチャを引いていきたいかなと思います。さあ、こちらの最新のガチャどうしようかな。毎回一回無料で毎日現状引けるんですよね。
何回引こうかな今日。あ、そしてですね、なぜこのガチャを引いているかというと、引いているかというと、これをご覧ください。ん？これか。これを引くと、現状はサイド A か、サイド A のこの水着スキンが手に入るよということで、この5名かな。フィンセアさんもなんか、そう、女の子の水着すごい気合入ってますよね。みんな可愛い。まあでもヨルスケさん使ってるんで、ヨルスケさんが欲しいです。というわけで、水着スキンのためにガチャを引いていきましょう。ですね、さっき1回引きましたけど、チケットが20枚ありますので、えい。さてさて、残りは一緒かな。残りは一緒っぽいですね、その演出が。さあどうだ。お、ゲット、スキンコードゲットしました。やったね。あ、初めてかも。やったよしよし、次回以降はじゃあちょっと水着を着せてやっていこう。初めてです、ガチャを引いてスキンコードがゲットできたな。ごめんね、ランバーンさん。よし、じゃあというわけで今回はここまでにしたいと思います。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。